岡ヤフオクドームには大観衆が詰めかけています。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝え。さあこの終盤、一塁には勝ち越しのランナーです。バッターは栗原。まあ1点の欲しいシチュエーションですから、バントか少なくともランナーを進めるようなバッティングが求められるでしょうね。なるほど、そうですか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうです。いい当たり、これは大きい、フェンスダイレクト。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、二塁へ送球する、勝ち越しのランナーが三塁を回った、滑り込んでタッチはセーフ、ホームタッチはアウト。さあこの終盤で勝ち越しのランナーを一塁に置いています。バッターボックスには栗原。まあ1点が欲しい場面なんで送らせた方がいいでしょうね。はい、さあ外の球打った、セカンド取った、二塁へ送球、二塁アウト、際どかったがアウト、ダブルプレーでスリーアウト。さあこの終盤、一塁には勝ち越しのランナーです。バッターは栗原。まあ1点の欲しいシチュエーションですから、バントか少なくともランナーを進めるようなバッティングが求められるでしょうね。なるほど、そうですか。しっかり捉えた、ファールか、ライト線フェアだ、長打コース、ファーストランナーセカンドキャマスを蹴った、中継にボールが送られる、勝ち越しのランナーが三塁を回った、ホームタッチはアウト。さあこの終盤で勝ち越しのランナーを一塁に置いています。バッターボックスには栗原。まあ1点が欲しい場面。いい当たり、ワンバウンドヒットになった、センター前ヒット、これがチーム10本目のヒット。さあこの終盤、一塁には勝ち越しのランナーです。バッターは栗原。まあ1点の欲しいシチュエーションですから、バントか少なくともランナーを進めるようなバッティングが求められる。ジャストミート、ライトの頭上を破っていった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ボールは中継、勝ち越しのランナーが三塁を回った、ファーストランナー一気にホーイン、ホークス勝ち越しました、5対4リードを奪いました。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これは価値ある1勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。いや、大きいと思いますね。この1勝、まあただの1勝じゃないですよ。まあ相手にとってはもう